早く逃げよう。じきにここは見つかる。蒙古にとっちゃ俺らは手負いの鹿か。全て忌々しい通行証のせいだ。休んだら奪いに行くぞ、うん、お侍。何があった？蒙古と手を組む秋人がいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、万兵に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも蒙古に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで、秋人の荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。お気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。秋人の荷車だ。蒙古兵、小屋の男らと戦ったのか。秋人はおらぬか。通行証はないな。
な。小屋の男らが狙いか、知らせてやらねば。
前ほどの馬はいない。遅かった。お侍、こちらへ。通行証を持った秋雄殿を助けてください。実は弟なんです。何だと？通行証を奪おうとしたのも全て亀井のためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか無事かは分からぬが、探してみよう。お願いします。兵は後を残しておるはずだ。脇にそれた。
秋人はあの中におるはず。내게 뭐 했었어? 약치 뒀어? 후이! 말보! 집사! 逃がしてやる。ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが。奴らが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は死んだぞ。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな。あのバカ。道理で俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。あれには運び手の名が彫られてるんです。他のものは使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。ああ、なんてこと。どうすればいい。
心だ。一番手は誰だ。ヨムヒゲツサムライ。Can't wait, Allah, we want. Musho, don't
走れ、呼ぶ。タッチを抜け。墓穴はちゃんと掘ってやるから安心して行け。息が止まったというのに。ご機嫌いかがですか。先日くるくると回る鳥の群れを見つけて不意に行ってみたんです。それはそれは美しい場所で、時が過ぎるのを忘れるほど眺めておりました。そうしたひとときは救いになるな。我らのような武士も戦の前には景色を楽しみ和歌を詠むことがある。和歌には戦に向けて心身を整える効果があるとか本当でしょうか。いかにも。だが武士でなくとも和歌は読めるぞ。きっと生き延びられる。よし。おい、アルコ、さあ敵。
끌니간니 자택이 このご恩は決して忘れません。道中気をつけよ。お受け取りください。忘れません。旅の安全を祈っております。稲荷の神が守ってくださる。俺が生まれた日、母上が蛍を追う狐を見たそうだ。狐はお稲荷様のお使いと言われてますからね。見かけたら追いかけるのが吉でしょう。そうしよう。では猛虎を皆殺しにしてください。
叔父上が生きておいででよかった。教えを授けてくださった生涯一の恩人、失うわけにはいかん。決して。しろ。ザ・アリフ、トルキン。Oh.